41年飛行機の中を撮影した映像。上空からの景色を楽しむ乗客。すると、昭和では飛行機で喫煙 OK、 絶景を見ながら至高のひととき。もちろんシートには灰皿。国会議事堂でも会議中に一服する政治家たち。椅子の横には大きめの灰皿。ちなみにこちらは第5のおじいちゃん、竹下元総理。病院も至る所に灰皿が置かれ、患者だけでなく、お医者さんがタバコを吸いながら診療するのも珍しくなかった。サラリーマンも加えタバコで仕事。分煙が確立された令和では男性の喫煙率は 27.1% だが、昭和41年の男性の喫煙率はなんと 83.7%。 すごいね。そのため新宿駅では、シガーの投げ捨てが1日14万本ございました。線路のところに落ちてたり、自分で綺麗にしてくれた。アナウンサーの徳光和夫さんもタバコを片手にリポート。令和では考えられない文化があった。